Number six, Ram Bora, Kabang, Nani, Nini, Moto, that's a copy number, Nakamin, Nahina, Hana, Mo, Bambaram, Bam, Bam, Bambaram, Baram, Bam, Summa, Bailey, Supper, Yusser, Ups, a Bucket, Ram, Dam. はい、おはようございます。タクでございます。本日、2022年の5月の31日、末日でございます。今日はですね、東風の風が強くてですね、大森浜、ただいま、波立ってますね。沖の方から波が来てるような感じです。釣り人は、どなたも、やはりいらっしゃいませんね。そろそろ、大森浜、ソゲ、ヒラメ、これ開幕だと思うんですが、ちょっと投げないと、どうしようもないなという感じですね。ウィンドサーフィンをしている方が、沖に向かって激走しております。いやー、ウィンドサーフィンにはいい風なんでしょうが、釣り人にとっては、ちょっと不向きな風ですね。はい、海岸町の船だまりにやってきました。やっぱり風がありますね。校内もですね、ちょっと風でザバザバしてますね。ちょっと一回りしてみましょう。今週はですね、この風に日曜日から悩まされ続けてますね。非常に東風の湿った冷たい風、これに吹かれるとですね、身も心も冷たくなっちゃうですね。やっぱり釣り人にとってはですね、風に吹かれると非常に気持ちも萎えてしまうんですね。角にいる方は写真を撮ろうとしてますね。作業船のとこにもどなたもいらっしゃらないですね。やっぱ天気ですね。まあ、独方面に投げるのには追い風にはなってるんですが、このしゃっこい風だと、どうでしょう、厳しいかもですね。船だまりはどなたも差を出してる方はいらっしゃいませんでした。それでも明日っていうことは、まあ1日ですよね。1日少し風落ちるんですよ。で、たくさんも、1日から、お休みいただいてまして、ちょっとまた、南海辺方面、調査行ってこようかな、っていうふうに、思ってるんですけど、いやー、この風、残んなきゃいいですね。東風が強すぎ、なんで、少し、濁りとかも、残ってるんじゃないかな、って見てるんですよね。まあ、行ってみないと、何も始まらないんで、ちょこっと頑張ってみようかなと思ってまーす。はい、お疲れ様でございます。ですね、海岸町の船だまりの方は あんな感じでしたね。まあ天候のせいでしょうか、釣り人はどなたもいらっしゃらなかったです。で、いつもの港町ふ頭なんですけども、作業船が入ってまして、今日の時点でもうまだ封鎖してましたね。天候もこんな感じなんで、まあ、H を養うっていう点ではですね、よろしいのではないでしょうかっていう感じなんですけども、いつになったら、開けてくれるんですかね。常連さんとか、楽しみにしてる方々、確かにいらっしゃると思うんで、まあ、開いたら開いたでですね、ルールを守って、マナーを守ってですね、釣りをしていただければな、というふうに思うたくさんでございます。それじゃあ、楽しい釣りを。どうも、タクです。こちら、釣り部屋のお時間でございます。ですね、今日はですね、ブラーアングラーさんたちに、一つ提案がございます。それは何か、リアクションバイト狙いのハイスピードチョンチョンを取り入れてみてはいかがでしょうかっていう感じなんですけど、ずーっとですね、ここ最近、リアクションバイト、それからイレギュラーですね、今ひったくっていきましたっていう言葉がですね、
非常に私の口から出てたと思うんですよ。で、それ何か、リアクションバイトって何ぞやっていうこともですね、いろいろ動画の中で紹介させていただきました。今日確信しました。これリアクションバイトっていうのはですね、読みながらなんですけどね、ルアーの世界ではある話なんですね。で、こう、ルアー、ソフトルアーでもハードルアーでも、こう、引っ張ってくるときに、トリッキーな動き、ペッ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 って予測できないような動きですとか、急にこう、パッとした速い動きをしたときとかですね、魚がですね、思わず口を反射的にパッと使っちゃった。あ、食っちゃったみたいな感じの時ってあるんですよ。実際ジグとか振ってても。で、それと一緒ないし、それに非常に近い、食い方を、ブラーでも、カレーちゃんがやってるんですね。で、これ私1年半前に、日本海で、不調で、口を使ってくれないカレーちゃんがいっぱいいたんですね。そのカレーちゃんをなんとかかんとか釣ってみたい。どうしたらいいんだろうかっていうことを非常に試行錯誤しました。この1年半ですね、ずっと悩み続けていたものがですね、ここに来て今年の春、本当に最近ですね、少しずつ少しずつ分かってきまして、それが今日、あ、これはいけるなっていう風になりましたんで、皆様にご提案したいなと。で、前回、まあ、先々週にですね、そのリアクションバイトですとか、ブラーの扱い方を詳しく、聞いてた、奥さんがいらっしゃるんですよ。旦那さんと一緒に行きたいんですって。で、実際あれってどうやってやってるんですかって聞かれて、ことを細かくご説明しました。で、こういう時はああやって、こういう時はリアクションバイトもありますから、こうやってこうやって、ああやってこうやってって、こと細かくお教えしました。その方がですね、なんと先週の土曜日に爆聴してるんですね。どういう風に爆聴したかっていうと、こう、普通にこう、ちょんちょん、ソフトちょんちょんでこうやってくると、カジカクが非常にかかる。カレーちゃんが釣りたいのに、っていうことで、最近の動画同様に、鬼ちょんちょんみたくこう、早いちょんちょんしたわけですよ。ただ、それに見事にカレーがひったくるようにバーンと来てると。それ聞いたときにですね、あ、リアクションですね、と。これ今日そのお客様とお話ししたんですけども、非常に効果があったということをご報告いただいてます。で、やり方はですね、非常に簡単でございます。高速ちょんちょん。ブラーが、今まではこう、ゆっくり、1秒間に1回なんで、パン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 っていう風になってたのをですね、1秒間に2回くらい、パン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 って、こういう風にやってくると、ブラが、浮き加減になるんですね。で、その継続ですね、ずーっとそういう風にこう引っ張ってくると、目の前を通過する、もしくは遠くで、こう、ちょっと遠目に見てる彼が、反射的に、バーッと飛んできて、パッ、ポンと吸って、そのまま、わー逃げるっていう状況が非常に多く、発生してます。これですね、まあ、こればっかりではないんですけども、一つの提案として、ブラーアングラーさんたちに、教えてあげなきゃと思って、今回この動画作ってます。当然ですね、こればっかりじゃなくて、ソフトなちょんちょん、それから、止めて食わせる、待って食わせるっていうことも非常に必要なちょんちょんでございます。そのちょんちょんに一つメソッドを加えることによって、より一層、繊細な誘いができるのではなかろうかということで、今回、ご報告申し上げます。ブラーの世界でもリアクションバイトはあり得ます。これは完璧にあります。追求してみてはいかがでしょうか？楽しい釣りを。